帝京第五高等学校は、愛媛県大洲市にある私立高等学校。スポーツが盛んで、野球部は2016年第89回選抜高等学校野球大会に出場、サッカー部や女子バレーボール部、剣道部も強豪校として有名。また、寮を完備しており希望すれば入寮することが可能で、2022年3月には、校内に新学生寮が完成予定。 南予地区唯一の看護科においては、高校入学後5年で看護師国家主権受験資格を得ることができる。勤む群れは必ず達すのもと、実社会に貢献できる誠実で責任感あふれる人材の育成を目指す。校舎は、大津市内でも内子町よりに位置し、予算線、内子線、新谷駅が最寄り駅。同校のサッカー部において、監督を務める。 男性教諭が宿題を忘れたり言葉遣いが悪いなど態度が悪い部員への指導をと称して丸刈りを命じていたことが2018年10月に新聞報道で明らかになった。学校側も監督の行為を把握していたものの同年4月に愛媛県に相談が寄せられるまで黙認していた模様である。同校剣道部の二宮昭雄総監督が 自らの誕生日に合わせて部員から現金を受け取っていたことが2020年1月に発覚。運営する学校法人は社会的儀礼の範囲を超えているとして、この総監督を教員として不適格であるとして2021年4月16日付で解雇。ありがとうございます。